シーリハムテリアは、イギリスのウェールズ原産のテリア犬種。この犬種の作出者、ジョン・エドワードが、ウェールズのハバフォード・オエスト・シーリハムに居住していたため、このような犬種名が付けられた。19世紀中半に作出された。ジョン・エドワードの理想としていた、恐れ知らずで勇敢、かつ状況判断力の優れたテリア犬種を作り出す、プロジェクトにより誕生した。ブルアンド・テリア。 チェシャテリア、スタッフドシャーブルテリア、ウエストハイランドホワイトテリア、ワイヤーヘアードフォックステリア、ダンディリンモントテリアなどの犬種を複雑に掛け合わせて作出され、まず能力を重視した改良が進められた。初期のうちは、生まれた子犬は精子をかけた、テストを受けさせられていたことが知られている。生後2から3ヶ月くらいになると子犬たちは、 作出者によって狩猟場に連れて行かれ、杭につないで口を縛った狐を見させられる。この時子犬が少しでも躊躇するような素振りを見せると、その場で情け容赦なく猟銃で射殺されていたのである。テストに合格して生き延びられるのは狐に向かって攻撃的な態度を見せた子犬のみで、本来は多くの犬種で繁殖用として残されるはずのメスで、あっても、 そのような対応を行わない子犬は殺されていた。あまりの冷酷さに彼を嫌うハンターも多く、一時は犬種廃止の動きもあったという。しかし、多くの犠牲を払って培われた高い狩猟能力が人気を呼び、極端な淘汰を今後行わないことを条件とし、犬種として生き残ることができた。主に地中に潜って獲物と戦い、捕らえるタイプのテリアとして使われた。 シーリハムテリアが倒すものはキツネ、アナグマ、イタチ、カワウソであるが、中にはクマ狩り用として使われたという珍しい例もある。シーリハムテリアに天気が訪れたのは1903年のことで、この年初めてウェールズのドッグショーに出場し、注目を得た。その5年後には、犬種クラブが設立され、ペットやショードッグとして使うための改良が加えられるようになった。 それにより、全体的にサイズは大きくなり、頭部も大きくなり、毛色が白系統のものに限定されて攻撃的な性格が薄められた。しかし、犠牲を払ってまで獲得した猟犬としての気質を失うのは命を落とした子犬たちが報われないと考える人も多かった。そのうちの一人である国会議員のジョリスリン・ルーカスは、かつてのタイプを取り戻すために、 シーリハムを再改良し、ペット向きのルーカステリアと事業向きのスポーティング、ルーカステリアを生み出した。ちなみに、それらは現在イギリス国外ではあまり飼育されていない。賛否両論ではあったが、後にシーリハムテリアは、ペットや小ドッグ一本の道を突き進むことをやめ、一部の事業権としての特徴を消さずに残しておくことが決められた。 1930年代にイギリスで人気を得て世界各国へ輸出されるようになった。現在はあまり目立った人気は出ていないが多くの国でペットや小ドッグ、そして治療犬として飼育されている。日本でも数こそ少ないもののペットとして愛されている。毎年国内登録があり、2009年度の国内登録等数順位は136位中80位であった。 体型は小さく胴は長めで、短足である。頭部、首も長めで、耳は、顔の横についた、細長い垂れ耳である。尾は、通常長めの垂れ尾だが、半分の長さに、段をして立たせることもある。コートは本来シャギーコートだが、カットが施されて、独特の姿となる。商用では、顔部分の長い毛を残し、背中や尾、首のコートを短くして、足や、 腹部の毛を長めに整えるスタイルが定番であるが、ペットや実療犬として飼育する際は顎ひげ、口ひげを残して、目の周りの毛を刈り、全体的に、コートの長さを短めに揃えるのが基本である。毛色は白い体に、レモン色などのブチがある。体高はオス 27cm 前後、メス 25cm 前後で、オス 9kg 前後、メス 8kg 前後の小型犬。 性格は忠実でまななさけ深いが、良犬である気質も残されていて、頑固で独立信用性、勇敢な面もある。いわゆる、テリアキャラクターと呼ばれる気質が強い方の犬種である。ため、しつけには根気強さと一貫性が必要である。ただし子供とは、仲良くすることができるので、家庭犬として不向きな犬種というわけではない。 運動量は少なめで、マンションやアパートでもある程度の散歩がこなせれば、飼育することができる。かかりやすい病気はコートが目に入ることで起こる。目疾患、抱き方が不適切なことでよく起こる。椎間板ヘルニアであるが、ごくごく稀に難聴の犬もいる。コートは白いため、涙や食事で汚れやすく、頻繁な手入れが必要である。ただし、 他犬種と同じで毎日シャンプーすると毛並みが悪くなるので注意すべきである。なお、吠え声が大きくよく響くので、集合住宅で飼育する際にはしつけによって無駄吠えを修正する必要がある。ありがとうございます。